いやー始まりました。えー、っとですね、石原正美の言うてい放題でございます。えー、っと、あれね、なんか、選挙らしいね、昨日昨日がなんか、あのね、あの安倍ちゃんが、安倍広いじゃない方の安倍ちゃんが、ね、俺が、いけつかない方の安倍ちゃんがなんか言ってたらしいね。 10月22日だったっけなあの火山総選挙に出ますという話だったようです。うん、本当はあの分かりやすいというかあの、まあ、結局あれだからなあの森友と家計事件のことについても,もうこれ以上触,触れられたくないっていうことで選挙だからね。 やってるのって実際のところ。だって、そもそも、あれでしょ、あの、衆議院、まあ、ね、あの、結局、国会開いた瞬間にも、はい解散さんだからね。結局、あの、初心表明もなけりゃ、あの、野党の質問もないってことだから、野党の質問がないというのは、その野党が質問すると絶対、えね、あの、森友と家計学園の問題に出てくるから、嫌だっていう理由で、即解散でしょ。 おかしな話だね、これね。で、いや違う今がベストのタイミングだなんていうことを言い出すわけだ。言い出すわけだってあのもう、なんて言うかな。つい玉が合わない。やってることの。そうでしょうだって、えー、北朝鮮のに関しても、今緊急事態だって言うんだったら、じゃあ解散するんだって話じゃんね。解散してどうするんだよって話だから。解散せないで、ちゃんと対策を打てようなんだけど、やってることは、要するにサイダンになっちゃう。えー、っつって。 逃げろーっつってね。なんかあったら頭押さえろーって、生で生で、だとかなるかって話なんだけど。それで、えー、間に合わせといて、で、うち解散ですだんだね。解散って、解散できるぐらいの余裕があるんだったらさ、もう、大した脅威じゃないって言ったら、もんじゃ、じゃないの、それ。あの、当,当人は、基調当然問題って言ったら、問題があるんだったら、今高い話はダメだよって話になるのに、もう、全然関係ないって話になってくる。 全て自分の手前を当てて物もの言って、筋は全く通いてないけども、当人だけは騙しをうとしたと思ってるんだからな。まあでも実際、それでも戦挙で勝つんだったら、結局は、大半の人間はそれで騙されたってことだからね。いいのか。まあ、結局、民主主義といったところでね、 国民のレベル以上に賢いしている総理なんか出ないんだから、実際にはね。だからこんなもんですっていうことでございましょう。ということで、今日も言っています。石原正水の言いたい放題。 ええとですね。えー、っと始まりました。えー、毎週ですね。えー、火曜日。15時からの私のお楽しみですね。30分間私が好きなことを喋り続けるだけの番組ですね。石原正んの言いたい放題ですね。まさしくね。もう、陽を表してますよね。私が言いたい放題するだけだということですから、もう、もう皆さんに関して言えばもう、聞いてる方に関してはもう、聞いていくはないなこいつはっていう人に関してはもう、ボリュームはもう下げていただくという形でね。 うん、聞こえなく失してしまえばね、いくら私が水割りなことを言ったところで聞こえなければいいわけですから、もうそれはボリュームを下,下げていただいて、えーえー、我々はえ聴取率を、あなたは心の平和をっていう形で折半、まあ、できればいいかななんていうことは思ってますけどね。はい。 ということでですね、今回はですね、冒頭からなんか、またまたアちゃんの話したので、また政治の話かと思ってるでしょうけども、今回は違います。今回はですね、あの、自分の読んだ本の話をね、やりますから、えー、結構前の本なんですけど、この、この本ですね。この本なんですけど、辻の花っていうやつなんですけど、この話をしますね。これあの、えー、 沖縄にもあった遊郭、えーえー、日本でいうところの吉原とかいうものの、えー、一種ですねその話をしますというわけで一旦 CM に入りますはいらっしゃい出た はい、始まりました。えー、まだ続いてます。石原、ま、さみさんいたようですね。えっ、ー、と、ちょっと遅れてから、えー、と下地が来たので、えー、自己紹介をお願いします。もう、もうもういったね。<ー>下地先生、うん。下地さんです。<laughs> はい。えっとね、今回ね、あの、うん、全く打ち合わせしてないんだけども、うん、これの話をと思ってね。辻の花辻の花。くるうんねんとかって言っておいえー、くるわの、 女たち。ああこれで要するにあ,のあれの話なだよあのよ遊郭の話遊郭オイラの話<ー>で日本にもまあ遊郭があったように沖縄にもありましたっていう話でそうそうそう中、えー、の辻にあったのよもともとはあちょこちに辻らばったのをそれはよくないからっていうんで一貫してまとめた <laughs> わざわざそう辻に。 一つにまとめてしまったあちこちに散らばってるのをね<う>それが三百年くらい前かなで以来ずっと辻にあり続けたのが最先には、えー、要するに、えーまあ、そういう老,老だね女,女老屋が数百軒があって三千<う>人ぐらいが住んでたっていう話なんか沖縄っていうとそういうイメージないけどね、うん、あそれがあったのだお<う>、うん。 でこの本を書いた人は、うん、上原栄子って言うんだけど、うんえー、4歳の時に辻に売られて、うん、そ,そこで大人になって実際にあの自分もね辻のあんまになって芸歴を抱えてっていう人生を送った人が書いた辻、うん、の内側からの話、うんうん、だわけさこれがね。で この話を読んでると、うん、要するに、えー、売られてきたわけだよ。百1 0番次うん。それがね、もう、凄まじい貧乏だわけだ。<ー>要するに <laughs> あのむか、昔というのは、あの、もう、猛う足っていう制度があって、要するに、あの、農作業農、農作業が終わってから、 えー、若い男女結婚してない人が集まって、うん、酒飲んだりあの三振引いたりして遊ぶっていうのがあったわけだうんそう知ってるうんでどうしてこんなことさせてるかっていうと要するにそれで適当な相手を見つけてで子供ができたら結婚してるって言ったらダメなんだよねそれねあ変な戦略だな、うん、そうしないと人口が増えないからまあいいよっていうかもうそういうものだったからもうそれはしかたがない今70億いるんだよ人口 で、この、この、たと弊害があるのは、うん、要するにその、そういう感じのつながりだから、うん、男の方に解消がない場合は、あっちこっちの女と関係して子供作っちゃうんだよね。うん、だから、えー、っと、要するに、親は違うけど、親父は一緒ってことがあるわけだ。うん、あっちこっちで子供作るから。<laughs> でこの方はまあ、そんな典型で、あの、 自分の、あの、生みの親、親父は、生まれた時にもどっと書いちゃっていないわけ。うん、で、母親は再婚して、あの、えー、っと、4歳まで、養護に育てられた。うん、だけど、それがもう、凄まじい貧乏。な上に、うん、自分の母親が病気になって、もう働けないわけ。うん、で、今から100年ぐらい前の話だから、 そんんなななに振るかないんだ、ねうん、もちろん健康感とかもないわけ、うん、病院行ったら金が出るわけうん、うん、お金がないから本当だったら病気になった初期に病院に連れていけば助かるのに連れていかないわけ、うん、そうすると自分でいろいろなものを買ってきて与えるんだけども結果悪化してもうダメだめで病院に連れていこうという時になったらもう手遅れっていう状況が生まれてくるわけだね、うん、でも,もちろん 病院にかかれば、あの、金がかかる。もちろん、保険もないから。うん、その金はどっから持ってくるかって言ったら、まあ、子供がいて、男の子がいれば、それは、えー、糸満に売って良心する。うん、これは、あの、えー、一万五いいっていうわけな。うん、女の子だったら、辻に売って助論するわけだ。うん、この応募者なかったわけな、ね、もお金、お金を集める方法が。うん、で、この子は、4歳で、おられるわけ。うん、で、この人も、 あの、辻で持っていけば子供が売れるよっていうぐらいの情報がなかったんだろうね。<laughs> あの、芋を入れるあの、天秤棒に、片っぽに芋を入れて、片っぽにその子供を乗せて、辻 <laughs> まで来たんだよ。<笑><笑>もう、もう、汚れた着物を着て。<笑><笑>で、どこに、どうやって子供を持ったらいいか分からんから、辻をうろ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 して。<laughs> ただ、まあ、本当は、あの、仲買人がいるわけさ。<笑><笑>仲買に、要するに人買いがいて、その、その人にお願いしたら、 えー、それにあの何割は俺が,も俺がもらおうよっていう形で売買が成立するんだけども、うん、知らないわけだこの人はうん、うん、そういうことは実際自分でじかに思ってったんですよね。で民乏に乗せて子供四4歳の子供も乗せてだってで売りに行ってそこでもうまあもうだってただ肩田帰ろうがにゃかんからどこでもいいやって入ったところにその遊郭の,のおばさんがいてあんま会ってないんだけど、うん、この人にあの子供を売りに来たんだけど。 そしたら,、えー、い,くらいくらでって言ったらそん時でお金で15円っていうお金で売ってこれで自分の,あの奥さんが今病気で寝んでるからこれ薬代にしたいからっていう形で売るわけ。うん、売るんだけどその時に食事を出すと、うん、そ,のそういう決まりがあるらしいあのこの子供を売りに来た人にその 前の宴前の会で使った有り合わせのものを出してこれを食べることによって一応契約が成立するっていうしきたりがあるらしくて出すんだけどこの,この子の親父って食べないわけ見てるだけでんで食べないかっていうとその病気で寝てる自分の奥さんのことが目に浮かんでから食えないと俺が,た俺が食べてしまうのは申し訳ないなっていうのがあって食べないわけ。 うん、でもこの遊郭のあんまんも同じで同じように人買いにな売られてきてるから、うん、分かるんだよなだからあのしあの心配しないでくださいと、えー、奥さん用にちゃんとお土産用意してますからって言って食べさせるわけ言ったら、うん、それで初めて食べるの「お土産あるんだ」っつって <laughs> やっと食べるっていうぐらいの貧乏。 でどれぐらい貧しいかっていうとあの井戸掘る金もないから、うん、地面に穴掘って、うん、そこにためた水で洗濯するぐらいうん、うん、でもちろんその湧いてる水じゃないからただ,ただの雨水、うん、だ非常に不衛生だわけさ、うん、当然、うん、風呂にも入れないわけだって風,風呂入ろうにも薪とかんときだからね薪はかかってるから、うん もちろん前はそんな気がないんだから風呂にも入れないだから体真っ黒、うん、でこの,この子も4歳の時の,の主人公の子も、うん、もう頭いっぱいかさぶただらけ風呂入らんから、うん、でお腹はガキみたいに膨れて <laughs> でで食べるものん、ね、かずっ,とずっとずっと自分の指しゃぶってるって状況、うん、で売られてくるわけ、うん、で これさ、ええらい貧乏だなと思うわけよそれが,それが、うん、もうこ,ここまで来たらもう要するに子供を売らないで、うん、一家全員死ぬか、うん、子供を売って全員生きるかしかないそうか、ん、という状況に追い込まれるわけだ完全に、うん、だって誰も助けてくれないんだもんいやいや売るのはおかしいよ いや売るのがおかしいというのは、もうそれはもう、時代を超えてるわけ、<や>あのね。いや、そうじゃなくてさ、他に手があるはずないないない。ある,あるないない。ないから困ってるわけ。あるって、知恵絞れよって感じで。知恵買う人いないもん、だって。え知恵買う人いないもん。知恵。知恵を絞ったところで、もうこれしか方法がないという状況が、その当時にあったわけだ。そうなのか要するに、俺たちが、原子取材に行って、うん、要するに、あの、 原始人が毛皮を着てると。うん、それは動物毛具内だっていうと同じだんでね <laughs>。僕らは繊維を、その、あんまり力を知りませんっていうことと同じでそそ。その時代はまず言葉が通じるかどうかが問題だな。<laughs> という状況があるわけだ。だもちろん売れたことは売ってないけども、結果売らざるを得ないっていう人たちが、少なくとも3000人いるってことだろうね。 その時代には、うん、じゃあと3,000人にならないんだからでもうここまでいっちゃうと人権ってんだろうって話なんだよねもうその段階で100年前だろうん、あると思うけどな <laughs> やあれば3,000人も集まらないよ <laughs> そうそう。やってないだけなんだよ古 <coughs> とかも沖縄だろ 山海のない土地とかだったらまだわからんでもないけど沖縄でそれはあるかなあ、うん、あったんだよそういうのがもうあったんだよいやいやいやでだから自然に生きられなかったんじゃないの,そのだからそ,そもう一時ときもなも,うもちろんき生きようがないわけだ<や>その段階でなん,かなんか文化っていう方面で考えるからそうなると思うよ俺は。 うんうん、普通に金がない時代は自給自足でも今でもできるからやらなかったんでしょ何かをやろうっていうそこまで行く前にさだから一番簡単な方法を取っただけなんだよいやそうじゃないでしょう人をそうまでしてだって子の子供わらないと思うよ金に視点を置きすぎなんだよ いやでも実際に金なきゃ増えないんだからね <laughs> 何も当時は自給自足がもうできてない状況なんだから <laughs> そこまで行かなかったわけでしょそ,のそ,のもうそこに行くまでにさ、うん、やらなかっただけの話なのよ、うんそこその段階でもうないところ行ってないの話でしょ行くまでに何もしなかったわけでしょあなるほどねそういう考え方もあるか、うん、だから何て言うの 自自給自足ははできるはずなんだよ、ま、ずそこあの例えば人生で言えばさ落ちるところまで落ちる前に何かやっておけば落ちないわけだ、うん、で落ちるところまで例えば借金借りまくってあもう返せないなと思う前に借金をやめればいいだけの話さ、うん、そこで自己挟んだりなんなりとかあの。 まあ今で言えばもう保護保護を受けるとかなんとかいろいろあるわけさそういうことを知らずに例えば自分でどっかで働こうともせずあのどっかでなんか貧しくなる前に畑を持とうとか何とかってまあまあ何でもいいやあの時代のがちょっとよく分からんからまあそうなる前にさ何かをやろうとか。 であのなんだっけみんな集まってこう子ども作りまくりっていうの、うん、のあれも何か考えようとかってもしずにた楽しいから野放しにやっちゃったわけでしょ、うん、そういうのが生まれても対策取らずにで落落ちちるまで落ちたわけだよ、うん、でそこに行って今で言ったらもう借金借りまくってニッチもサッチも行かなくなったからもう子ども売るしかないんだよみたいな感じ。 うん、そうそうじゃなくてさそ,そこに落ちてから「ないんだよ」って言われたらいやそれはないけどそうなる前にさその世代の人たちは何もやってこなかったわけでしょ。だからないわけはないよと思うの、うん、あるはずなんだけどないところまで自分たちで追い込んだんでしょ自分。だ今の政治でいえばさあのなんかいろいろ出てるじゃんもんで。うん、でもそれに対して 政治ここで変えないといけないっていう感じで政治投票とかもするわけさ俺たちは。でも今はほらあの自民が駄目だからっていうテレビとか流してもどうせ変わらんだろうって投票行かずにそのままズルじズゃ消費税とかバンバン上がってもなんかはそうなった時にいやもう10%は仕方ないよとかじゃなくてさ そうなる前にやり方あったはず、うん、それをやってこなかったわけでしょ俺,、うん、俺たちの世代もさただ単純んだっけいろいろ保険とか保険とか上げるとか消費税上げる上げるってでどうなったのって言ったらもうまだ分かんないさ、うん、あの保険とかは上がっていく一方さ消費税上げたら下がるはずなのに。 でも政治に今関心がないからしてないわけでしょ、うん、で逆に上がったらもう詐欺きれんよみたいな感じで仕方ないんだよって感じさだからなんか俺は違ううと思うんだ,よ、うん、だからこう売らなきゃいけないもうその世代じゃなくてそうなる前に何もしてこなかった人たちが俺は悪いと思うよまず人売りがどうのこうのとかさそんだけ貧しくなったどうのこうのより。 だって今でも保険料上がって10%上がったらもっと貧しくなると思うと、うん、でも政治には関心持たないしちょっとしたパフォーマンスでお自民アップルを支援するぞとかそこがなんか一緒じゃないそうかな俺違うと思う俺はなん, <laughs> なんかさやり手はあると思うわけさだから今のはちょっとも,もちろん違うけど方法論として、うん も,もちろん、今校時代にも止める人はいる、豊かな人もいる、うん、豊かでも貧しくもない人もいる、うん、でもどん底の人もいるっていう、パターンにあるわけでしょ <laughs>、うん、今とあのアメリカみたいなの、うん、どん底にある人たちはもうもう、もう、要するに自分の努力ではどうしようもないところまで落っこちてるっていうことではあるんだな、うんうん、そうすると、も,もちろん子供を売るのは悪いことだけども、もう売らざるをえないっていう状況まで追い込まれてるわけだ。 国はどうやっててたの何もしないよののその時代は <laughs> そんなものは世界中にそんな社会保障なんかない時代 <laughs> それそれその時代ってどんな感じなのなんかよく分かんないんだけど <laughs> まあまあ100年前って言ったら誰 ?1917 年だから大正年間だね、うん、あ大正かうんまだまだ社会保障らしきもの何もない時代だねあの時代よく分かるなだから要するに な何にもなければね当人も健康で奥さんも病気もしないで何年、まあ、何年もコツコツ働いて <laughs> ああお金貯めきれたら大丈夫だったかもしれない <laughs> でもたまたま病気がしないどっちも病気がしちゃった場合には当人の、まあ、病気だけは当人はどうしようもないからねなったらもうアウトっていう状況があったってことだねおじさんもそうだったななんかあの寮の売られたとか言ってて、うん、あいつま間に売われたって、うん、それでなぜか 仏教に走っっちゃったんだけど、うん、<laughs> それが理由で仏教に走ったっていうのがちょっとよくわかんないんだけどねああなるほどそ,<う>それを経験した人のという話なんだけど、うん、も,うもうあと2じゃないから話ができないあもちろんごめん <laughs> <laughs> まあいいかただまあそういう時代があったっていう話がしたかったんだけどなるほど 俺が余計なこと言っちゃったから <laughs> <ー>まあいいんだけどさど,あ<の>どこで良くなってきたの戦後だね戦後か悲しいな福祉国家というものができてさ、うん、要するに、えー、まず貧困問題から解除しなきゃなんないってことになって、うん、で それまでで使ってたところ以外に要するに福祉にお金を使うようになって、うん、あの結果あの国民のつまりその病気なりなんだりか減っていったことが肺炎につながってるっていうことなんだけども、うん、それ以前ななかったんんだよそんなもの,あ<ー>あのその代わり、えー、要するにそのい,いろんな各種税金というのは。うん 土地を持っているとは来上がろうっていうだけ何 <laughs> か貧乏っていうイメージあんましないな,い<や>なみんな貧しいからねその何しろあの,あの何もなければ生きていけるよ <laughs> <ー>問題は体壊した場合がああダメなんだ,だそれでもし<ー>親戚がいっぱいいたら別だけどそうじゃないよさから来たとかだって全く知り合いがいなかったら <laughs> もうほぼ自力しかなくなると<ー>もうこういうとこに落ちてしまうってうことだね なるほど。うん。きついな、貧乏って。うん。貧乏なくすか。<laughs> ね、貧乏なくしていく、あれも。まあ、あんだけども。うん。まあ中3、中途半で終わったな。思ったより、なんか短いな。うん、そうだよ。今、5分ぐらい喋ったかな、と思ってたけど。<laughs> あ、あと5秒だ、はい。はい。さよなら。さよなら。あ、ではじ、次回。